こんにちは、速稼塾の久保です。今回はね、私のね、本当叫びを聞いていただきたいんですけども、私はね、ロスジェネ世代なわけですよ。ロスジェネ世代といえば、小学生、中学生の頃から集団生活に馴染むことを、まあ、強いられてですね、協調性という名のもとに、みんなと同じじゃないといけないっていうふうに教わりました。ね。あの子はできてない、なんであなたができないのと。みんながやるんだから頑張ろうよ。そういう言葉に、あ、そうだな、みんなが耐えてるから俺も頑張らないとなっていう言葉に、ある時は励まされ、ある時はね、勇気をもらってきたような気がします。でも、なんかいざ大人になってみると、なんか個人の時代とか言ってね、ちょっと冗談じゃないと、どうなってるんだって話ですよね。そもそも私が小学生、中学生、10代の頃って、世の中って高度経済成長のまで余波があってね、どんどん物事が良くなっていったんですよね。人数はどんどん増えて、いろんな流通が起きて、いろんなテクノロジーがどんどん広がっていって、夢のある21世紀だなと思ったわけなんですよ。ただね、私たちが社会に出てみると、そんなものはどんどん斜陽を迎えてピークアウトして、どんどんね、今度は下がっていってるんですよね。人口は年ごとに減っていって、まあ結婚もしなくなる、家族もだんだん関係が薄くなってきて、まあ精神的なね、問題も出てくるとかね、うつ病だとかっていうのもね、珍しくなくなってきて、もうどこを向いてもね、あんまりいい話が聞こえなくなってきたわけですよ。でも私たちもね、何も手を抜いてきたわけではないんですよ。もう幼い頃から、まあ、受験戦争ってものに巻き込まれて、日々勉強、日々塾、日々受験を意識して、そして受験ノイローゼみたいなのもありました。で、受験に失敗した10代の子はね、なんか受験で自殺をしてしまうっていう事件もあったりとかね、あとはもう鬱憤を晴らすように校内暴力とかね、家庭内暴力とか、その吐き口をもう本当にね、身近なところにぶつけていたような気もするんですよね。んで、挙句には就職戦争ですよね。就職もなかなか、あっちもこっちもうまくいかないと。私なんてね、就職する前に、その、会社の資料請求200社ぐらい、こう、送ったんですよね。こう、分厚い雑誌がね、大学3年生の時に、いきなり玄関にドーンと置かれてて、それをもとにハガキを出すわけですけども、200社ぐらい出して、で、40社ぐらい受験したのかな。もう、日本全国あっちこっち、もう自らのバイト料、旅費でですね、あっちこっち行って受験をさせてもらいました。まあそこで行われていたのは情報戦、学生同士の足の引っ張り合いですよね。まあそういうふうなところもあって、さあ受験できるかなと。就職できたとしても出世競争っていうのがありますよね。出世競争っていうのはね、ものすごいですよ。同期でボーンと入るじゃないですか。そしたら、厳しい就職難を勝ち抜いてきた人が今度ライバルなんで、みんなね、もう一定のレベルで、こう力があるわけですよね。そういう中で戦うわけですから、やっぱね、苦しいところがありましたね。まあ、それでも就職できたらいい方だったのかなと思います。なぜなら、私が大学時代にもうバブル崩壊の予報が一気にドーンと来てね、就職氷河期、超就職氷河期って言われる時代が来ました。それこそね、私と同世代って2分の1しか就職できなかったわけなんですよ。そしてそのタイミングで新卒で採用されなかったらどうなるかっていうと、まあ、フリーターとかね、非正規っていうのに巻き込まれて、まあ、ひどい人はね、一度も正社員っていうのを経験しないまんま、50歳を迎えたりしてるんですよ。私が今48なんで、一度も正社員になったことの経験のない方が、40代後半になってしまうってこともあるんですよ。もうこのね、孤独感とかね、不安感とかね、その、なんていうんですか、ある意味、ふてくされちゃいますね、こうなると。俺はいらない人間なのかよ、とかね。どこに向ければいいかわからない怒りを持ってしまいます。で、こういう方も多いです。家族がないっていう関係の方ですね。うん、私48歳ですけども、私もね、下手したら、家族がなかったかもしれない。私は40歳を過ぎてから出会いがあって、家庭を持つことができましたけども、通常40過ぎるとね、男でもなかなか難しいと思うんですよ。まあ、40過ぎても男性ってのは若い女性好きですから、やっぱり同世代とはなかなかね、まあ結婚しよう、恋愛しようと思わなかったりするんですよね。で、あと同世代の女性っていうのは、まあ40代でお子さんを抱えていたりとかバツイチだったりするんで、なかなか恋愛対象にならないところもあるかもしれません。まあそういう中で自分の家族をうまいこと作れなくって、もうすぐ50歳かな、家族は未だにないなと、結婚はできないのかなっていうような不安と孤独感に苛まれながら男性も女性も過ごしていることだと思うんですよ。で、気がついたら7040問題とかね、8050問題みたいなこと、問題とされてるわけなんですよ。これは何かっていうと、親との関係ですよね。もう親は年老いていて、もしくはもうお亡くなりになっている。亡くなってないまでも介護が必要で、自分が面倒を見ていかないといけないと。そういうふうな感じになってきてね。もう、就職とか、恋愛どころじゃなくなってくるみたいな。そういう悲しい事件が、京都をはじめとしてね、日本全国でもありますよね。介護自殺みたいなのもあります。本来だったら40代が軸になって、50代が軸になって世の中を回していかないといけないのに、その軸に入りきれないというね。この寂しさとか悲しさってのは、本当にね、私も心を打つように思いますね。デフレってのがね、私たち社会にいた時、ずーっと続いてるんですよ。デフレ。最初ね、100円均一っていうのが出てきた時は便利だなと思ったんですけども、その裏返しに100円じゃないと売れないもの、
そんなものがたくさん世の中に溢れてきたってことなんですよね。そして、外食、飲食店も300円以下で買えるものが非常にたくさん増えた。これは、あ、こういうふうにランチですらもう300円、500円かけるのがやっとなんだっていうことの裏返しなんですよね。だからね、通常ランチっていうとね、1000円前後で、もう楽勝でね、ランチ食べてるような、そういうふうなアッパー層もいると思いますけども、大半はね、500円をどう使うかってことに全勢力を集中するとかね。いや、そればかりかね、2日に1度しか昼食は取れないよみたいな、そういうふうな経済状態のサラリーマンさんもいらっしゃるんですよ。で、挙句の果てにはですよ、今年コロナで全滅というね、もう見殺し、皆殺しにされてるわけですよ。私のこのロスジェネっていう世代は、でも結局いいことが全くなかったんですよ。ずーっといいことがないんですよ。で、チャンスは一回もないんですよ。その中でね、たまに勝ち上がった人が、いや、自助努力でしょうとかね、こういうふうに自分は成功してますよっていう人がいるから、さらに立ちが悪いんですよ。ね。手取り14万終わってるね、みたいなことを言うやつがいてね。まあ、その通りだなと思いながらも、ちょっとこっちの気持ちも分かってくれよ、みたいなね。確かに勝ち抜いた人は余裕な発言ができると思いますけども、せめて勝ち抜いた人がね、私たちに救いの手を差し伸べてくれればいいのになっていう、そこですよね。同世代、ロスジェネ同世代ですよ。ロスジェネ同士でね、助け合っていきましょうよと。いや、助け合うっていうか、助けてくださいよって話ですよね。しまいには言ったら。で、こういう状態を政府も放置してるわけですよ。本来でしたら、私たちの世代っていうのは、すごくね、子供多い世代なんですよ。同じね、世代が多いんですよ。今40代の方とかね。私、昭和47年生まれですけども、47年生まれって結構ね、ボリュームゾーンなんですよ、人口の。本来はこのボリュームゾーンが社会の中核、軸になって、社会を回していったりとか、消費活動、生産活動を活発にするから、もう世界中を飛び回って、日本っていうものを知らしめるから、日本の原動力になるはずなんですけども、ちょっとそれがうまくできてなくって、政府もそれを放置。まとめてね、もう見殺しにするような状態ですよ。それこそね、南方戦線に出ていた兵士たちに、もう補給を全然送らずに、もう現地調達せよみたいな感じで、見殺しにしたね、旧日本軍。まあ、このね、司令部と同じじゃないかなと思いますよね。いずれね、私ももう、あれですよ、48ですから、おおむね50と思ってください。10年後どうなるかって言ったら、もうすでに定年退職なんですよ。気がついたら、一度も正社員にならない。一度も家庭を持てない。就職がいつかできるかなと思いながら、就職どころじゃないと。もう就職を終わる時代なんだと。今就職できても、働けて10年みたいなね。そんなね、絶望感のある人生になってきてるんですよね。もうこういう状態だったら当然自分の家もないし、かけてきた保険もないし、じゃあ老後になった時にどうなるんだと。ただでさ、今の時代、今の世代がね、老後破産とか言われてるのに、俺たちの時代は破産どころじゃ済まねえぞ、みたいなね。それこそできた借金を、あの世にまで持っていって、あの世でもね、借金返済しなければならないのかなと。まさに、地獄の沙汰も金次第みたいなことになってきて、全然笑いねえな、みたいなことになっちゃうんですけどもね。さすがにインターネットがあると言っても、私たちの活動には限界があって、しかもその限界っていうのはそんなにね、無限ではないんですよ。まあ、なんかこれだけね、叩きのめされてると、意欲も起きてこないんですよ。ということでね、今年、とどめを刺すかのように、せっかく就職して固い地位についた同じ40代ロスジェネ世代、成功者、一部の成功者と言われて憧れていた、そういう風なサラリーマンたちもひどい目に遭ってるってことをね、ちょっと紹介して今日の動画の終わりにしようかと思います。まずね、スカイラークグループ200店閉店でしょ？私の知り合い、同級生にもスカイラークで中核のね、社員として頑張ってる、幹部として頑張ってる人いますよ。今回の件を受けて退職を勧められてるみたいです。自分の人生一体何だったのかなと。数々の賞状とかボーナスは一体何だったのかなと。特定の実績あるんですよ。でもそれでも、肩叩きというね。せっかく就職して勝ち抜いてきたのに、一回も負けなかったのに、この有様ということです。洋服の青山。私は洋服の青山。これね、福山市にあるんですけども、あと洋服の春山。これ岡山市にあるんですよ。両方とも私は受験で落ちました。就職面接で。でも何人かそこに就職してるんですよ。いいなぁ、これで一生安泰だよと思いながらね、羨望の眼差しで見ていました。でもこの度、リストラです。48にしてリストラ。住宅ローンもあって、お子さんは中学生、高校生、このあたりですよ。どうなるんでしょうかね。もうね、うちの息子、部活に入んないでくれればいいのにって思ってるみたいですよ。修学旅行の費用の負担が重くのしかかってくると。もうね、家族に笑顔が向けられないらしいです。家のローンが残ったまま、半分以上残ったまま、もうこのローンも払えないから、いつ解約しようかな、いつ任意売却しようかなっていうふうにして、今ね、不動産屋さんとか、なんか弁護士さんに相談してるみたいなんですよ。という話をね、私聞かされました。何なんでしょうね。それからね、驚きの近畿日本ツーリスト。あの大手旅行会社、ここもですよ。3分の2を閉店するそうなんですよ。
そして従業員の3分の1をリストラ。私の知り合いも何人もここ行ってます。確かにここ半年は仕事がすごくなくってね、自宅待機もあったけども、ここを乗り越えていければ何か希望が見えるんだっていうことをね、支えにやってきたそうなんですよ。ところが肩叩き、48まで働いてきて、来年からあなたの仕事ないからみたいなね、あと3ヶ月の猶予を残されてるらしいですけども、転職活動明日からするそうですよ。目の前が真っ暗になりますね。だからね、私のところに相談に来て、なんか速稼塾ってやってるみたいだけど本当に稼げるのみたいな感じで、稼げるけど頑張れるって、今ちょっと落ち込んでるだろうと、だからもうちょっと落ち着いてから相談に来てっていうふうに話しました。とりあえず一緒にコーヒーを飲む機会を設けたんで、いろいろと話を聞いてあげようかなと思うんですよね。で、私もね、まあ各有ね、こう一人会社をやってる身で、ずっと赤字会社の経営でしたんで、倒産する危機、そこもしくは解雇になる危機っていうのの恐怖とかね、不安感とか孤独感っていうのは本当心からわかりますよ。それから昨日はブリヂストンのニュースも入ってきました。ブリヂストンっていうのはタイヤの会社で長期安定株だったんですけども、69年ぶりの赤字ということで、これからも黒字回復が見込めないというね、そういう分析もする方もいるんですよ。まあということでね、一人一人状況は暗い、苦しい、でも何かね、生きていかないといけないっていうところで、皆さんのね、心の声もね、聞いてみたいなっていうんで、愚痴り合いのね、ライブ放送しようかと思ってるんです。愚痴り合いね、皆様の苦しみ、悲しみを聞いて、それを私なりにね、制作の方に届けていきたいなと思うんですよ。で、明日、今日か、もうすでに今日なんですけど、山本太郎さんのところに行こうかと思うんですけども、山本太郎さんのところにお話を届けるのはちょっと間に合わないんですけども、まあ、なんて言いますかね、一定の発信力のある方とか、政権に、こう、力のね、及ぶ方に、ちょっとね、皆さんの現状とか、これからどういうふうに、やっていけばいいのかってこととかね、そういうのをまとめてお伝えできればなと思っております。まあ、ということなんで、そういうふうなね、ライブ名はわかりませんけども、ロスジェネライブとでもね、仮につけておきましょうか。ロスジェネライブ。こちらの方を YouTube でやろうかと思いますんで、よろしかったらご参加ください。本当にね、なんかね、特別定額給付金の5万、10万すら払ってくれないこの政府に、私たちは何を期待すればいいんでしょうか。そして本当に、自助しか残されていないんでしょうか。自助の奇妙な冒険になっちゃいますね。私たちの人生はどういうふうな冒険が繰り広げられているのか。はぁ、本当にね、目の前が真っ暗になる思いですよ。ね、世の中で失業者とか不況が来るってことは、今飼ってる人も取引先がなくなるってことですからね。だから自分だけは大丈夫だろうってことは誰一人に当てはまらないです。誰一人にです。全ての今ロスジェネ世代を中心とした日本国民が飢餓に面する可能性があるってことですよね。その混乱に乗じて外国が攻めてくるかもしれないですよ。これはありえますよ。気をつけてくださいね。以上です。